すごかったっす。あ、ここもこれ痛そうなのが。ああ、そうですね。ああ、そうですね。これ痛いですね。痛いですね。はい。おお。これですね。おお。ね、はい。太いですね。そうですね。ちょっと大きいですね。太いですね。おお。ここもね。見つかってしまった。ああ、そこは。ね、ありますね。こうなんかこの背骨。もあるし、うん、枝もあるしなんですよね。おお、そこそこそこ、おお、少々少々。ああ、なんか上半身で今日そこ一番痛いかもしれない。ああ、痛い。ああ、ちょっと硬くなりますね。あの遠く線もちょっとやっぱ痛いぐらいですね。ああ、マジですか。うん、かなりですね。うん、そうなると。ここはなんかもう広範囲にわたって凝りが強い。参りました。今日はマシだと思いますって言ってましたけど、そんなことなかったですね。あ、そうね、なんか、ね、しいな。いやでも調子狂うと思いますよ。みんな疲れてますもん。マシな、いいつもりだったんだけどな。なかなかね、判断難しいですよね。わかんないです、自分のことも。意外と自分のことは自分一番知らないかもしれない。あの公平なジャッジができないですからね。そうですね。痛い痛いな。トーク戦前よりは痛くないですか。全然大丈夫です。楽になります。気持ちいい痛さですね。でもやっぱりこう顔が上がりますね、自然に。でも力が入らなくなりました。そういうあの、そうですね、さっきの力、ないです、ないです。硬くなることがあった。はい、緊張するほどじゃなくなりましたね。なんだろうな、なんかこう、多分結構深部から来てるんで、へへへへって感じですね。厄介ですね。なんだろう、だからなんかこう、骨の方からギクギクいう感じもあるんですよね。内臓手を煩わせてもいいえ。いえいえ。すごい硬い硬い顔が一緒に動いちゃうっていう、きついですかね。ちょっときついですね。これきついですね。そうなんですよね。動かないもんな。ちょっと今日はですよ。足だけいつもよりも足だけじゃなかったですね。今足に出て
るっていうことでしょうね。だから体全体のあれなんで、足も、やっぱ足だけってことはないですね。糸川から来てるかもしれないですね。糸小腸が、その麻酔分だったりとか消化結構あるので、消化吸収とか、まあ、場所的にこの高さにある部位で足のあれもあるので、あれなんですよ、あの胃腸にね来るんですよ、梅雨とかって。あ、まあ今一応梅雨は過ぎましたけど、梅みたいなね、なんかムシムシしてますしね、なかなか、なんか今いろいろこう気持ちのいい季節っていうのがなくなってますからね。桜が咲いてる頃に戻りたい。さっきよりは動きますね。そうっす。こう。ぐぐぐ。腰も一応こちらは動きが押した時に、入りますし、あ、これ硬いな。やっぱちょっとなんか残りますね、この人。そうですね、肩緩めば結構そうです、だいぶ体感的には楽に、余計な力が入るっていう風にはなりにくいので、背中と腰はね、なんかね呪われてる感じまただ変な鎧着ちゃったんだそうですね、そうしてるとねあ、でもふくらはぎもすごい柔らかく、あの変なむくみよりもなんかちょっと弾力が出てきたっていうような感じ。履きやすくてね、ちょっとね、ちょっと軽く硬いかもしれない。あ、そうですね、ちょっと伸ばしておきましょうか。